皆さんこんにちは、バンガードチャンネルです。今日紹介するカードはこちら、スズランの獣士レベッカです。ネオネクタールのグレード1です。リアガードサークル登場時、グレード1以下のあなたの他のユニットのパワーをプラス5000します。シルビアなんかの効果で出したプラントトークンをパワーアップしてアタックできる回数を増やしたりすることができます。またこのカードがリアガードサークルにいるターン終了時、ソウルブラスト1とプラントトークン1枚を退却させることで、このユニットを手札に戻すことができます。次のターンもう一度コールすることで、パワーアップの効果をもう一度使用することができます。もしくは次の自分のターンにメイディオブトレーニングローズにライドして、後列がプラントトークンで埋まることが確定しているなら、相手ターンに1万シールドとして使うのもありだと思います。攻守にわたってね、安定して使えるカードなので主力になってくれると思います。グレード3の時でもプラントトークンと同じ列に出せば、プラントトークンがもともとパワー5000あって、レベッカの効果でプラス5000、レベッカ自身のパワーが8000あるので1万8000アタックすることができます。プラントトークン1枚をフォースのグレード2と同じだけの強さにしてくれるということですね。はい、結構使いやすいカードだと思います。で、実はですね、今日コメントの方にちらほら来ていたプラントトークンについてもうちょっと詳しくお話をしたいと思います。ということで、トークンについてちょっと詳しく解説していきたいと思います。はい、そもそもね、トークンとは何なのかっていうことですね。トークンとはカードの能力などで生み出されるユニットのことです。フィールドにいるトークンはユニットと同じように扱われます。プラントトークンをファイトに使用する場合、メインデッキと分ける必要があります。ただ特にトークン置き場っていうのは決まってないので、ギフトマーカーとかとね、同じ場所に置いてあげるといいと思います。トークンカードもギフトマーカーと同じように、オリジナルのカードはちょっと使うことができません。公式で発売、それから配布されたトークンカードを使用していただくようよろしくお願いいたします。フリーファイトの時はね、自分たちで作ったやつをね、使っていただいて全然大丈夫です。プラントトークンもね、スリム入れる場合、メインデッキとは別の必要があります。ただ、ギフトカードとは同じでも大丈夫です。プラントトークンを使うにあたって、ファイト中に生まれてくる疑問について解説したいと思います。まず、プラントトークン、カードを見ていただくと、トークンユニットと書いてあります。なので、実は、ノーマルユニットではありません。意外とね、見落としがちなので、ノーマルユニットを指定している効果にはかからないので気をつけてください。ちなみにこれ、クランも存在していないので、プレミアムスタンダードとかで、名手を持ったネオノクタールのカードを使うときに、プラントトークンがいると、そのユニットをアタックすることができないので気をつけてください。プラントトークンは結構手札に戻すとか退却した時にどうなるのっていうことなんですけれども、一応場所は移動します。なので退却させられた場合はドロップゾーンに行って、退却された扱いになった後でその時発生している効果を全て処理し終わったらドロップゾーンで消滅するということになりますね。退却させられても手札に戻されても、バインドされても消滅することになります。ただロックされた場合どうなるのかということなんですけれども、ロックされた場合は場から離れる際と同じようにロックされた後に消滅するというような形になります。ロックされた場合はちょっと気をつけるようにしてください。ネオネクタールはシルビア、トレーリングローズはじめとしたカードでプラントトークンを出して、それを強化するカードと合わせて使って、通常のグレード1のブーストよりも高パワーでブーストすることによってより強力なアタックをしていく、手札に温存できたグレード1を使ってしっかりと守っていくというようなデッキを作っていくということが大事だと思います。以上、今日のカード紹介でした。今回みたいにまたコメントをね、拾っていければいいなと思ってますので、皆さんどんどんコメントの方よろしくお願いいたします。チャンネル登録もお待ちしてます。それではまた来週の動画でお会いしましょう。バイバイ。